それじゃあラスト、企画初参戦のアランの様子を見ていこう。あ、お疲れ様です。アランは筋肉マンに登場するカレクックになったんだよな。本心の俺、これ思いついた時死ぬかと思ったもんな、家で。これどこに入ってました？今回、並々ならぬ気合が入っていたアラン。すごい。カツラ。これ、カツラの中に。このカツラ、特注らしいぞ。マジっすか。いや、俺これ自信作だ、マジで。過去一出てる。過去一出てるわ。やっぱ、あー、もう発想がもうやっぱ、いいね。めちゃくちゃいい。久しぶりなんか思い、ひらめいた時に俺もうなんか電気走ったもんでしょ。いや、でもいいの出てるじゃん。はい、あ、これ分かりました。出ろ。はい、じゃあ背景を、はい、して。バイバーイ。ちょっとくらみます。そうですね、全部、はい、出てる部分だけでも。まあ、もう一回撮っとくか。あ、ありがとうございます。確かな手応えを得たアラン、最後の仕上げに入っていく。アランって筋肉マン世代だっけ？いやいや、世代じゃないですけど、僕大好きですからね。好きなんですか？うん。僕、一世も読んで、あ、でも最近始まったそのスグルの続きは読んでないんですけど、二世は全部読んで、一世、だから一世は50巻ぐらいまで続いたのかな？それ全部読んで、で、二世も全部読んで、超人タッグ編も全部です。番外編みたいなやつ全部なんで。よりによってカレクックとはね、斬新だよな。なんか筋肉マンとかいろいろ、その初めなんかロビンマスクとかそういうの思い出てたんですけど、はい、ちょっとマッチョすぎて今の俺に合わないなと思ったんですよ。細身の超人でなんかいねえかなと思った時に、カレクックってめちゃくちゃちょうどいいキャラクターなんですよね。はい、ここまで。これ以上は見せられません。ジェネコーフルはアベマ限定で公開中です。続きが気になる人はここをタップしてチェックしてね。ここみんな絶対見てね。